なんか癒されるな、焚き火って。おい、今日は野宿か。野宿やない、ソロキャンプや。今日はね、マイクラのアドオンをインストールして、やり方をどんどん暴露したいと思います。暴露系かよ。あちぃ。ということで、今回はマーケットプレイスにあるアドオン、ハイカーの友達をマイクラにインストールして、すべてのアイテムを作っていきます。それじゃ、行ってみよう。アドオンのインストール方法。マイクラを立ち上げたら、マーケットプレイスに入ろう。今回は、ハイカーの友達のアドオンをインストールするので、これを選択します。選択したら、無料のボタンを押そう。しばらくすると、ダウンロードができるようになるよ。ダウンロードボタンを押すと、アドオンを獲得できるので、アドオンパックを有効化ボタンを押そう。ワールド新規作成の画面が出たら、ワールドを新規に作ろう。これで、アドオンが入ったワールドが作成されます。みんな、わかったかな？なんとなくわかった。ここまで話を聞いてくれたのは、お前だけか？うおー、心の友よー。よーし、よしよし。うわー、ライフ1だよー、まったくー。アイテムを作ろう。まずは作業台を作っていこう。オラオラオラー。作業台を設置したら作業開始だ。わかったよー。このアドオンでは、5種類のアイテムが作れるよ。作れるものは、寝袋、ランタン、キャンプチェア、アイスピック、杖になります。ちゃんと作るんだぞ。わかってるよ。ということで、最初に寝袋を作るために、T2G ガリジャー。寝袋を作るには、ベッドを作ってから寝袋に変換するのだ。寝袋を作り終えた、その時である。エンダーマンの襲撃である。うわー、次行ってみよう。次一旦、この辺に拠点を作ってから、アイテム作りの続きをやろう。拠点は必要だな。はあ、いつもの豆腐建築の始まりなのだ。キャンプアドオンだから、テント風にした方が雰囲気出るんだけどね。小さいながらも、素敵な我が家。もう夜だ、とりあえず寝よう。目を開けたまま寝るんだな。朝だ。もう寝ている間ずっと寝ていたよ。目の下にクマを飼っているのか。飼ってねえよ。痛い。次は、キャンプチェアを作るのだ。今日も、羊狩りじゃあ。こらー、待つんだ羊。これも、ゲームの中で生き残るためなのだ。野生の王国に感謝するんだぞ。羊を追いかけていたら、遠いところまで来てしまったのだ。うわーお。なんとか家に到着。川沿いに拠点を作って正解だったのである。それじゃ、レシピに沿ってキャンプチェアを作っていこう。好きなだけ作ってもよいぞ。材料が足りないのだ。一休み一休み。次は、アイスピックを作ろうかな。アイスピックを作るには、金の延べ棒と鉄の延べ棒が必要なのか。じゃあない、掘るか。金鉱石と鉄鉱石を探すため、地下に潜ることを決心し、一段一段掘り進んでいくのであった。鉄鉱石を発見。その調子だ。まだまだ材料が足りないから、どんどん掘り進むよ。洞窟内を掘り進んで迷子にならないようにな。もう迷っているのだ。睨んだ通りだ。いや、嘘です。道は覚えているのだ。鉄鉱石はこれくらいで大丈夫かな。よし、一旦拠点に帰って、次は金鉱石探しをしよう。やれやれだぜ。今回の洞窟探検は、敵モブがほとんど出なくてラッキーだよ。いつもなら予想外に大量に出現したりするからね。でも、地上は狼だらけだったぞ。羊毛も勝手に手に入ったしな。何個かは落ちていたんだよね。その時である。金鉱石発見。金鉱石もこのくらいあれば、十分アイテムは作れそうなのだ。拠点に帰って残りのアイテムを作っていこう。適当に掘れば見つかると思ったけど、なかなかうまくいかなかったね。そのようだ。それじゃ、アイスピック、作らせてもらいます。棒、鉄、金、借金、じゃねえよ。なんだって。ついでにランタンも作っていこう。まずは、鉄塊を作って、松明の周りを囲んで、ランタンの完成。それからそれから。鉄の延べ棒の下に作ったランタンを置くと、今回の目的のランタンが完成するよ。ハイカーのランタン、ゲットだぜ。よかったな。忘れてたけど、棒を縦に並べると、ハイカーの杖が作れるよ。これで5種類のアイテムが揃ったよ。夜なんで、一旦寝てから今回の締めに入ろうっと。目を開けて寝るなよな、怖いから。はい、今回はマーケットプレイスにあるアドオン、ハイカーの友達をマイクラにインストールして、全てのアイテムを作ってみました。アイテムは5種類でしたが、鉄鉱石と金鉱石を見つけるのに時間がかかりました。こんな感じでアドオンを入れてサバイバルをするのも楽しいと思います。この動画が気に入った方は、チャンネル登録および高評価、コメントなどいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次の動画でお会いしましょう。あちー。また見てねー。